朝からジャン君が仕事の手伝いをしてくれています。このノートがですね、冬場は暖かいので乗るんですが、今は電源もついていないのになぜか今度逆にひんやりするからかな。ジャン君、押さえにくいかな、ジャンク。なんか止められちゃったよ。ジャンク、ジャンク、お尻でなんかしたでしょ今。
ですよね。キャンペーン。そっち行くんです。ポンちゃん。ポンちゃん。ポニーちゃん。ポニーちゃん、どこ行くの？ポニーちゃん。よいしょ。ジャン君すごいお目目ランランとなっちゃったよ、うん、起きちゃった、毎日続いている、今やってるようなこの生放送ですね、この間がやっぱりジャン君とポンちゃんには安心するようでですね、クロケンもマオイもずっと喋ったりしますよね。そうするとあいるんだなっていうことで2人で、爆睡が始まります。今みたいにね、何かがあると目が覚めてっていう風にはなるんですけど、あー、ジャン君も移動しちゃった。この柵の位置がですね、もう一つ気に入らないので、閉じ方がですね、ちょっとダブっているので、このポジションですね、これを右の方へずらしたいと思います。この柱のですね、作りというのがこのように天井をまずグッと押してるわけですね。これに対してここです。これがネジになっていてですね、このネジをこう今は閉まる方向から開ける方向に行くわけです。そうするとここが離れてきてグッと上下で押し合うというふうになります。簡単な作りですけど、意外とこれがしっかり止まるんですよね。まあ締め方次第ですが、この今ちょっと甘くしていますが、こんな感じになります。少し圧迫感あるんですけどね、まあこれでも見た目綺麗にいくならこっちがいいかなと思ったりしています。はい、2度目の完成がいたしました。ここにですね、これ鍵ですけどね、ちょっと悲しい針金の鍵ですね。これを引き上げると開くよと状態ですね、うん、同じものこれ使った、はい、でこの棒状のものをですね、何かおしゃれなものを今度手に入れてこようと思います。ここをカチッとはまっちゃえば、こんな感じね。細いところからピュって出ちゃったりしないの？ここ？この脇。あ、うん。だからね、こうスコンって入ったら、ある程度こうがっちりしたもので重みで止まるとか。ここは、あ、そっか、あれキューってしたから間は空いてないんだ、隙間は、うん、で、この隙間とここですね、これが猫の頭蓋骨よりも狭いと言うはずです。ここはまさかね、ハムスターなら出ちゃうけどね。
や、多分ね、あんずちゃんとかなら行けちゃうかな。そうか。そして、ここをダダダダダッと登って向こうに行くほど若くないだろうと今思っています。ポンちゃん言ったけど3歳です。まあね、ちょっと空いてるんですよね。ただここに実は、補強用の棒を渡そうと思っています。でここに、こことここをつないで、さらにはここね、ここにももう一個これがあるので、それをあそこ渡すんじゃないんだ、こことこことここと三角にこうつなぎます。この3点で止めることでしっかりした、まあ、耐震構造になると思っています。ジャン君おいで。ちょっとまだこれがあるけどね、おいで。はい、おいで。おいで、おいで。ジャン君。ジャン君、いいよ。ポンちゃん。はい、ポンちゃんも来たね。はい。どうだろう、下向けないよね、向けないよね、大丈夫だよね。お、何？あ、びっくりした。あ、ポンちゃん下すり抜け、なんか左の方が広く感じるんだけど、広く感じるね、なんでだろう。ポンちゃん、なんか危ないかな、なんか広くない、なんだろう、なんか少し下に入れようか、なんかそれこそ何か木みたい、細い木みたいなのをここに渡して、この結束バンドで止める、とかしたらどうかな。そういうことね。このタイプのもので、何かつけるものありそうな、売ってそうな気がする。そういうものある？こんな下に。まあ見てみないとわかんないけどね。ここがね、だいぶ隙間開けてんのよ。あ、わかった。上をもっと長くして、わかりました。まあほんの数ミリの問題だけど、あ、それじゃ済まないのかな。はい、なに、あ、わかった、こっちのここよりもこっちの方が上に上がってる、上がってるか、なんだ、まあまずは2種類考えよう。それを下げるのか、ここに邪魔になるものをつけるからね、なんか下につけた方がそのまま使えるか、下につけた方がいいと思うな。わかりました。じゃあまた、部屋から出られません、しばらく、